来たな。まさかここまでやるとは思ってなかったぜ。こりゃ正真正銘のモンスターマシンかもしれねえな。ほとんど反則だよ。見た目こそ300系そのままだが中身は別物だ。機関1354mm600V で最高速度40系じゃさすがに話にならないだろう。あれだけ振り回して遊んでてもこのタイム俺なんかじゃとてもじゃないけど横にしてコーナーに突っ込む気には慣れない車なんだから。車体が短いからスピンモードが速いんだ。言ったろバカだって。どんな車でもどんな狭い道でもとりあえず横に向けるやつなんだよ。ああやって車の癖とか限界とかを的確に見極めていくんだ。よく似てるぜ宝塚線の2000系のバカ坂弁とか。動力系と足回りは全部取り替え車体にも補強を入れた。全県入場中の車でバトルさえまともに走れば十分だから思い切って手を入れた。最新のパワーエレクトロニクスを導入すれば大型車相手でも十分なアドバンテージを得られるんだ。軽量で重心の低い300系ほどバトル向きの車はない。それじゃあカウント始めるぞ。5秒前4 3 2 1 GO！ でもないことになってるぜ。こいつ どうすりゃいいのか全くわからない。ストレートで追いつけって言われたけどそんなの無理じゃん。どうすりゃいい。恭一さんのやり方ってなんだっけ。なんじゃ我やんのかこら。殺すぞこら。須藤と申します。ゴワー馬面はぎ。うわダメだ。恭一さんのおっかない顔しか浮かんでこない。マジで怖え。藤原に対するアドバイスの出し方が前と少し違ってきましたよね。でもそうか変わりましたよ。なんていうかな、以前はもっと単純で具体的でしたけどね。それだけ藤原が成長してきているってことなの。俺はな、松本 D のバトルの中でケイスケと藤原にあえて課題を投げかけるという進歩。藤原が短期間のうちにめきめき進歩していくのはそのおかげですよ。うすうすは感じてましたけどね。だけど今回はちょっとやりすぎたかもしれないな。相手があるのに全てを予定通りにコントロールができ高すぎるハードルを藤原の前に置いてしまった。レールと車輪との接触面での摩擦の割合、ミューが低ければ低いほどブレーキングではアンダーかオーバーのどっちかが極端に出る。どこまで行ってもニュートラルな車がありゃ結構だが、
そんな車は世の中には存在しない。だってコントロールできないアンダーよりコントロールできるオーバーを初めから作っておくんだ。それが俺のやり方だ。うわっ、滑ってる滑ってる。この雨の中であのドリフトはすげえよな。見てるこっちがしびれちまうよ。うわ、やべえ、すげえな。迫力あるぜ。流しっぱなしでクリアぜ。ホッホー。2000の重量は1両がおよそ33トン、しかし相手の300系はおよそ15トン、倍以上のウェイトハンドだ。軽量化に勝るチューニングはない。止まる、曲がる、加速する、あらゆる局面において藤原には不利な条件が揃っている。今までのバトルとは違う正反対の発想が勝利を勝った。相手の走りとコースを見極められなければ勝つことは不可能です。こんなことは今まで一度もなかった。やっぱりマジで。それにしてもよくついてこれるもんだ。一定距離離れたところから振り切れそうで振り切れない。こっちが普通に走ってさえいればそれだけで終わるバトルじゃなかったっけか。この雨がクセモンだ。この状況ならこっちが圧倒的に有利なはずなのに、俺よりも奴の方がリスクを犯してマージンを削り取っているというわけか。バトルはまだ始まったばかりだ。最後までその危ない綱渡りが続きゃいいがな。信じらんねえよ。300系ってこんなに速い車なのかよ。あの無敵の2000がプロジェクト D のダウンヒルエースがついていけないのか。ついつい行きやがって。だんだんムカついてきた。意地でも追いついてプレッシャーかけてやりて。京一さんのやり方ってひょっとしてあれのことかな。京一さんの得意技って言えば絶対あれだ。あれを出すためにはどうしてもこの距離を詰めなきゃ。絶対に追いついてみせるぞ。くそ、何なんだよてめえはよ。気分悪いぜ。どんどん近づいてきやがる。どう解釈すりゃいいんだ。渡りの8500はこの車についてこれなかった。わかんねえぜ、なぜ雨の中でこんなに速えのか。何かを仕掛けようとする気配だけがビンビンと伝わってくる。くだらないことは考えないでおとなしくそこにいりゃいいんだ。ふざけんなよ。今あざみ野を通過したってさ、40-50メートルの差らしいぞ。わからない。頭がクラクラしてきたぜ。2000が300についていけてるのは異常だぜ。アップダウンのきつい前半が勝負どころだったはずなのに。俺のシミュレーションではありえない事態だ。雨は俺たちにとって有利な材料じゃなかったのか。前半で決められないとしたらこのバトルもつれぬぞ。2000のドライバーの計算できない能力は 100% 勝てると思っていた作戦の土台をぐらつかせてやがるぜ。わかる。2000のボディ全体から伝わってくる濡れたレールに食いついた車輪が滑り出すギリギリの感触が手に取るようにわかる。絶対捕まえる。カウンターアタックを仕掛けるチャンスは1回かせいぜい2回。詰められてる。こっちだって頼りないグリップを探りながら目いっぱいやってる。これ以上はいけない。怖えんだよ。理屈じゃない、これは本能だ。いっぱいいっぱいの停止信号が出てやがるぜ。一つ不安なことがありますよ。エンペラーの須藤といえば多分真っ先に思い浮かぶのはカウンターアタックだと思うんですよ。藤原が混乱した頭でどういう判断をしているか心配ですよね。カウンターアタックは外れですからね。ふざけんなって言ってんだろうが。
げえ、なんだそれ、逆ドリフト。その通り、カウンターアタックは仕掛けても 100% 失敗する。バカ野郎、突っ込みすぎだ。トンネルの中はきつい左だ。助かった。何が何だか分かんねえけど、すげえラッキーけど、今のミスでまた少し離された。やっぱりカウンターのためだ。通用しない。カウンターアタックじゃないとしたら、涼介さんは。くっ、この先の平坦なストレートが俺にとっての最大の泣きどころなんだ。意地でもここで抜かれるわけにはいかねえ。くっそ、ダメだ、マジはやめ。カウンターじゃないとすれば、一体どうすれば。こっちだって仲間内の対面ってもんがあるんだ。絶対に俺の前には出させねえぞ。何が何でも先に地下区間に飛び込んで、このまま逃げ切ってみせる。もう時間ない。考えてる暇ない。わかんねえな、行くしかない。来ましたよ、池谷先輩。俺、消えた。うわぁ、ダメだ、店にはいなくなった。バカな、ありえねえ。二子玉川までぴったりと前哨灯が張り付いていたはずだ。消えない。一体どこに消えたってんだ。まさかそんなことが。伝承灯を消し、闇に紛れてドリフトもブロックもできない地下区間で仕掛けてくる。文句の一つも言いたいところだが、こいつはレースじゃない。抜いたり抜かれたりの追っかけっこより、こっちの方が俺には合ってた。旧玉川線区間で前に出られたままでいられるかよ。絶対捕まえてやるぜ。そんなに差がついてるのか。今は自分の走りに集中しろ。さっき決まって相手が見えないのはあっちも同じだ。
負けることがあるのかよ。この条件でお前が。絶対俺は信じらんねえ。一体何があったんだよ。信じるも信じないも、こっちが有利なはずの中盤まで食いつかれてアドバンテージを作れず、確実に抜ける近く感でやられただけだ。ブラインドアタックはきっかけに過ぎなかった。ひょっとして300回が合わなかったとか。いや、車は申し分なかった。考えられる最高のパフォーマンスだ。相手があいつでなければ間違いなく勝っていた。おいおい、しっかりしてくれよ。なんだよそりゃ、素人じゃねえんだからよ。なんと言われてもわかんねえもんはわかんねえんだ。どっちが早いとかそんな単純な話じゃない気がする。お前らだってあの2戦には勝てなかったわけだろ。もうたくさんだぜ。俺は心底自分に自信がなくなった。しばらく立ち直れそうもねえや。あいつは何かが根本的に違う。はじめに言っただろ、発想の転換だって。ドライバーの仕事は車の潜在能力を引き出して走ってやることだろ。突き詰めていけばその一言に尽きる。早く走るという目的の上で相手の車よりも勝っているポイントが一つでもあれば、その一つを武器に徹底して攻めるのみだ。今日一のやり方を思い出すと言ったのは、技術的なことだけじゃなく、そういう心理面を含めて二重の意味があったんだ。今日のバトルは中盤までで勝負の大半は決まっていた。引き離されずによく食いついたな。よくやったぞ。あとはゆっくりしてていいぜ。よかったな。俺、褒められたんすかね。俺、本当言うと、いまいち納得できてないんすよね。凌介さんのアドバイスの意味が最後まで分かんなくて、考えてるうちに後がなくなって反射的にブラインドアタックを使ったんで、本当にあんな抜き方でよかったのかなって。よかったんだよ。それで凌介さんの言いたいことは要するにそういうことだからな。お前個人のバトルだったらどんな選択しようが自由だけど、今は D の看板背負って走ってることを忘れないでくれんな。いたいた、おい匠。いや、ビビったよ。まさかライトを全部消して突っ込んでくるとは思わなくてさ、危うく俺マグロになるところだったよ。許してやるけどさ、ホームの端で突っ立ってるお前も悪いよ。およ、